今でもあれやんか、テレビであの家族だけで解除してきて一家心中みたいな、うん、そんなすごいもったいない。介助サービスとは、障害を持つあなたが自分らしい生活を送れるように援助するサービス。うまいっすか？手術は全然自由じゃなかった。ここ決まっていくことをやるだけで、うん、あもうやっぱ なくなってきて、うん、親父通ってもよくはされるし、友達といても頑張る障害者演じてたし、この環境を受容するってことが障害を受容するってことなの？はい、俳優、俳優になりたいんですか？兄貴失敗するときもあると思うんですよ。でも災害で生きていく力になりますので、泣かないでください。泣かないでください。泣いてる人言われてたよ。君君のはどこや？Ha ha ha ha!